山下三郎夜の呪い熊谷工学士の家は元ある会社の事務所であったが改築を加えたのでかなり勝者なこじんまりした平屋建てである広い前庭には植え込みもあって道路から鉄柵越しに眺めるとなかなか洒落た構えで 1頭を6つに隠して表が橋の書斎から中央が玄関もう一つを女中部屋に使って廊下を隔てた裏の方は書斎と向き合って寝室兼今、中央が台所残る部屋を食堂に当ててあった昨夜土曜遅くまで書斎で調べ物にふけている熊谷が 時計の音に気がつき、切り上げて寝室へ行くとおととし、結婚した妻の春子が綺麗な缶から何やら出して食べていた。おひとついかが？なんだい。ああ、ここがしかまっぴらだ。生来異常後の熊谷はちょっと眉をしかめて笑いながら寝巻きに着替えて寝台に潜り込んだ。まもなく昼間の疲れと。 酔いからの美髄が彼を心地よい夢路に誘い入れたどのぐらい眠ったか彼がこんたる無双の境からうつつともなくさめかけた時彼の頭上には死のような黒い影が静まり返った暗中にうごめいていたのである彼が何かにうなされたような気持ちで 横にゴロリと寝返りを打った間一発、頬の辺りにさっと空気の波動を感じて何か枕に突き刺さったはっと我に返って目を開くと伝統は消えて濃く暗願たる中に言い知れぬ不安の木がみなぎって枕へそっと手をやると刃物の柄がひやりと触れた。 愕然としてはねのき寝台を降りてスイッチをひねったが突如描き出された室内の光景に思わずあっと叫び声を上げた白い寝巻きの春子は絨毯の中央に倒れたまま気を失っているではないかすぐさま妻を抱き上げ寝台に横たえたがさらに驚くべきは枕に刺さったのは両刃の鋭いトルコナイフで 書斎のデスクの引き出しに入れてあった彼の所持品である窓は開け放たれて犯人はそこから逃げたものか歯や影も形もなかったやがて下女のマサを起こしていろいろ解放すると間もなく春子は小気づいたが頭を打ちつけたものか頭痛がするため水枕で冷やしたりなぞしたのであるそうして 熊谷が後ろから明かりを頼りに家の横手に当たるこの開け放たれた窓の下を調べたが遺留した証拠品とではなく犯人の足跡さえ認めることができなかった間もなく救法によって警官が来た熊谷や春子から当時の状況を聴取して現場を臨検しいちいち手帳に書き留めて23尋問した後帰っていったが こうして不安なうちに一夜は明けたのである朝になると春子も気分を回復させて起きたところへ1名の刑事が訪ねてきてまた昨夜の巡査と同じように検証し夫婦の話を聞いてからのち家の内外を一通り調査していった日は朗らかに晴れたが一家にとっては 実に不快な日曜であった。うべの不詳な出来事を聞き知った出入りの人々は一様に驚きの目を見張って口々に見舞いを述べた。分けても今日熊谷夫婦と公外撮影に同行するはずであった妻木という青年は異変を聞くと非常に心配して今日の予定も何も捨て夫婦とよりよりに前後作を協議した。 妻木はその母が春子の乳母として永年春子の実家なる都木博士邸に住み込んでいた縁故から一緒に屋敷へ引き取られて母の死後も博士から貢ぐ学士で3年ほど前に商業学校を優秀な成績で終わるとすぐに今の貿易会社に入ってシンガポール支店詰めとして最近まではかの地にあったが 本店へ召喚されるとここからほど遠からぬ下宿から通勤していたそれだけ春子には親密な間柄でしばしば訪れ熊谷とも大変息があったそして昨夜の事件についても犯人はよほど巧妙な手段の残忍なのにつけても今後油断がならないからいっそ警戒のために 私立探偵でも頼んでみたらどうかと意見を述べたそこで熊谷も他年親しくする春日のことを思い出してその事務所へ窮死を馳せたのであるうんでは君が目を覚まして伝統をつけるまでの間に何も物とは聞こえなかったのだね窓から飛び降りる音も入り口のドアの閉まる音も。 春日はこう言って相手の顔を打ち守る何も聞かなかったように思う夜中のことだから聞き逃すようなことはないはずだが電灯をつけた時にはもう煙のように消えていたので僕はかかる回帰はありうべからざることだと思うがねそうだ全くありうべからざることだところで奥さん あなたが気絶をなすった前にははいそれが不思議でございますの近頃神経のせいか時々目がさえて眠れないことがありますが夕べもなんだか妙に行き詰まるようでしたから窓を開けて外の空気を吸うていますとなんだかぼーっとしたまるで霧のようなものに体を包まれてあとは 呼び起こされるまで何も覚えませんでしたはいその時は伝統はついていましたわ昨夜の恐怖を追悼してちょっと唇をおののかせた君夫人はどういうふうに倒れていられたかちょうどこの真ん中に頭を窓の方にして少し横斜めにうつむいてこういうふうに春日は 鋭く床の上を注視して。それで刑事はこの窓枠をも調べたんだねそれからこの絨毯と窓際の中の床もでは僕は廊下の方を調べてこようちり一本も無意味に見逃すまいとレンズを手に廊下のあっちこっちとはい回ったあと根間の裏庭に面した縁側を調べるとその顔は。 にわかに曇って腑に落ちない表情をしたその縁側は寝室から便所へ通ずるもので便所は2軒ほど裏庭へ突き出ているそこに脱ぎ捨てた草履の裏をほじくって折った春日は折から着合わした夫人をらえて「夫人この草履を履くのはお二人だけですか?」はあどうかいたしまして ハハハハいや何でもないことなんです笑いながら春日は庭桁を履いて裏庭から窓下を概略調べ次第に塀に沿って表の鉄柵まで来たところがその鉄柵の土台たる人造石と板塀との隅から一尺ほど離れた湿地に一つの足跡を発見したそれは家の方に向いた 靴のつま先だけのもので他を探してもそれ一つより見当たらないそこは植え込みの影になって下は芝生であるが隅だけが湿地であった渡辺君なるべく人の目にかからない間に早くこの肩を取ってくれたまえギブスで助手にこう命じてしばらく付近を眺めなおそれから 鉄図体に反対側の板塀音を熱心に調べ奥へ奥へ進み食堂の窓下まで来ると地上三尺ほどのところに少しの泥が放射状にすりついてあったこれを認めた春日は何を持ったか台所に働いていた下女の正を食堂に連れ込み窓も扉も閉ざして秘密に何事をか尋問したが まもなく台所へ帰ってきたまさの顔はやや青ざめて興奮の色が見えた。やがて主人夫婦のいる書斎へ来たカスガは、夫人がお休みになる前に何も変わったことはなかったですか。いいえ、あちらで十二時近くまでお仕事をしていましたがあまり疲けましたから片付けてお菓子をいただいているところへ主人が来て。 先に休みまして間もなく私も伏せりましたのおおどんなお菓子よここ菓子ですの妻木さんがくださった南陽土産のちょっと待ってくださいお目にかけますから美しい缶の蓋を取った春日は珍しそうになるほどこれは珍しい僕は一度誰かからもらったことがある実は僕も好物なんです お好きなな。のでしたら上がってくださいなお言葉に甘えるようだが2つ3つポケットへちょうだいして帰りましょう一つ紙をポケットへ入れてふと卓上の敵瓶を取り上げて浸透しながら透かしてみてああ相変わらず君はコカインをやっているなうんやはり鼻が悪くてね春日は線を回そうとしたが硬く抜けないので マッチのの炎で瓶の口をあぶった。時に君僕が帰った後で何か僕の細工に気づくかもしれないがそれを破壊しちゃいけないよたとえ知らずに破壊しても気が付いたら元の通りにしておいてくれたまえよ時に妻騎氏は見えないねあの人は君たちとどういう関係があるんだね熊谷は簡単に妻木の経歴や人物を説明した 噂をすれば影とやら椿が扉を開けて入ってきたそして春日にうやうやしくいろいろお骨折りです何か手がかりはありましたでしょうかそうですおよそ見込みをつけました警察もほぼ僕と同意見でしょうから間もなく犯人は捕まえられるでしょうその犯人は強盗ですね 順序をあらまし言うと犯人は鉄柵を乗り越えて食堂の窓から忍び込みこの廊下伝いにまず書斎へ入ったのですがそこには金目になるようなものがなかったので万一の用心にあのナイフをさらって寝室へ来たんですあちこち探すうち奥さんが目を覚ましたので窓掛けの影に隠れて様子をうかがうと夫人はそれに気づかず風に吹かれているのを幸い 背後から忍び寄って麻酔剤をかがせた上、倒れたのを見すまして電灯を消し、寝台の熊谷君を刺し殺すつもりがやり損じて、老廃のあまり、属は何一つ取りえないで逃げ出したのです。けれども窓から逃げた軽跡はないとの刑事の説でしたが、同感です。窓から逃げずとも扉があります。 彼らは凶行に先立って逃げ道を開けておくのが普通です。扉は開けたままになっていたそうです。どういう人間でしょうね。犯人ですかさよう。身長は五尺一寸より高くはありますまい。腕力のある身の軽い職人風の男です。食堂の窓をご覧なさい。地上五尺の窓をこう男のくせに ほんの片足のつま先で軽く支えて一度ではね上がるのは身の重いものでは不可能ですで強行後も同じ食堂の窓から逃げたのですが家の内部に足跡を残さないところなんぞは十分な落ち着きのある男ですねしかしあちらの塀際には朝裏の跡がわずかに残っていますよそうすると犯人が確実に捕獲になるまでは 油断がなりませんね。ははははは。いえ決してご心配はいりません悪党だって自分の身が大切ですから一度しくじった家へ二度襲うて自ら落とし穴へ飛び込むような具はやりませんまあ免疫と言っていいでしょうよ大丈夫でしょうか保証しますところで熊谷君あとはもう警察の手に属する仕事で 23時間後には犯人も逮捕されるだろう僕はいまだ他に頼まれた仕事にかからなくちゃならんからもう帰るよそれが君大変なんだ家出人の捜索だからな2日ほど旅行して事件が片付き次第にまた来るよじゃあ夫人決してご心配なく枕を高くしてお休みなさい妻木さんこれで失敬します 手かばんを下げ渡辺を従えてとっとと帰ってしまった大自然は生物に対して昼と名づくる活動を命じて夜と称する安息を与えたすべてのものがこの法則によって新たなる生命がよみがえるしかし人類はこの恩恵にすら反逆を企てた しかして、好んで滅亡に近づこうとするけれども寛容な自然はこの憎むべき反逆者にすら平等に安息の影を投げて沈黙と静止とを教えている闇の色はいよいよ四方劇として声なく動く者とては大空に瞬く星のみで 熊邸の夜は痛く老けたかかる大間が時の真夜中に建物の横より1個の黒影が土を踏む音さえ立てず前庭へ現れてスーッと隅の植え込みに吸い込まれたかと思えばまたもや風の流れるごとく元の路地伝いに建物の裏へこ然と消え去った続いて 死のごとき石爆の幾分時植え込みの樹木はにわかに揺れてざわめき一声二声叫びとうめき声が聞こえたがそれさえやんでまたもや静けさに帰ったと突如寝室の扉をせわしくたたく音に熊谷は夢を破られて跳ね起きたとどろく胸を押さえて扉を開いた もちろはる子も目を覚まして顔色を変えた扉を開くとぬっと顔を出したのは春日である熊谷はあぜんとした君気の毒だが少し話したいことがあるから書斎まで来てくれんか春日君君は旅行をしたのじゃなかったのかいそれは後で話す 夫人あなたにはあとでいいことをお知らせしますからここで待っていてください決して心配なことではありません熊谷はいぶかしげに春日と共に書斎の椅子にかけた一体これはどうしたのだ君仮にこの部屋の入り口に具足デクを飾るとすればハルバートを持たせるだろうがそれがどうかした途端 君の方へ倒れかかったら君は感ん紛れにそのデクを叩き砕くかねなんだいそれは何のことなんだまあ何でもいいから返事を聞かせたまえそんなことは点で問題にもできないじゃないかうんきっと問題にしないねよしそれじゃあ話そう君昨夜の事件が一切解決したよ あれは君、昼間、強盗の仕業だと言ったじゃないか。そうだ、強盗。強盗。それよりもっとひどい残忍なやつだ。まあ君、聞きたまえ。あの犯行は主として、君を殺害することが目的だったんだよ。どうだ、驚いたろう。では、その殺害の理由は何であるか。 君として起こる当然の疑問だ。君は決して人に恨まれるような覚えはないと言ったねしかし君は大いに呪われていることを知らなかったのだよでは僕が昼間得た証拠を総合して推論を立てた順序から言おうか窓から逃げ出した物音が君の耳には入らなかったとすれば犯人は窓から逃げたのじゃない 廊下から逃げたのでもない。あの寝室のどこかに潜んででもいたものとするのが妥当だそれから婦人が倒れていた位置だね足を窓の方にして頭部を外の方へ向けているべきものだそこで夫人が知覚を失ったからその体が移動されたことを立証することができるちょっと待ってくれ君はまさか。 ハルコが犯人だというのじゃあるまいね僕は残念ながらそう言わなければならないまあ待て有力なる証拠があるんだだが君失望するのは早いぞあの便所へ通ずる廊下には細い長い傷が無数についてあってそれが通いに履く草履の裏にかみ込んだ砂のためにそうなったことが分かった その砂は比較の結果この家の横の路地のものだと断定した君あの草履は君たち夫婦よりははかないのだろう庭へ降りるなら下駄もあるんだそれに草履を履いてこの路地を歩むのは少し変だねところが夫人は近頃夜眠れないことがあると言ったね恐ろしい落とし穴にかかっていたのだよ君夫人は 毎晩無勇病者のように知覚を失って庭を商用しておったのを夫婦とも知らなかったのじゃないかしかしそれは病気でも何でもなかった悪魔が息を吹きかけて婦人の魂を引き抜いてそうさせたのだだいたい僕はあの犯行は決して外部から侵入したものの行為ではないことは監督したんだよ 夫人が霧に包まれたようになったのは悪魔の息が吹きかかったときだ。婦人が倒れたのは君が目を覚まして伝統をつけたからそれを遠くから眺めた悪魔の幻術が破れたときさ。今悪魔の正体を見せてやる。おい、渡辺くん、引きずり込め言葉の終わらぬうちにさっと扉を吐いして渡辺が。 一人の男の肩口をつかんで室内へ突き飛ばしたよろよろとよろめいた男は危うく踏みとどまったが洋服のかしこここに泥がまみれ顔は青ざめて目はちはしっていた熊谷は一目その顔を見ると「あっ」と叫んで立ち上がり棒のごとく突っ立ってその表には 抑えきれぬ心の衝動が現れた春日はその男の顔をにらみつけ「おい妻木く君とうとう僕は仮面を引きいでやったぞ恩知らず悪魔エゴイストもういくららばっくれたってダメだ僕の言うことを聞けそして違ってたら抗議しろいいか博士の恩も忘れて 君は春子さんを恋して相手に優しくされりゃあうぬぼれて君は南洋へ行ったその後で熊谷君と正式の結婚したのを知らずに催眠術やインド魔術を研究したりなどして日本へ帰って初めて春子さんの結婚を聞いたのだ失恋の果てに復讐を心に誓って内心あくまで熊谷君を呪いながら 上辺は君子を気取って夫婦に取り入ってチャンスを待ったのだマレイの美役を個々と混じて歌詞を改造したりする手際は関心なものだ熊谷君を殺害しても直接証拠を残さないように夫人に催眠術をかけて本人の持ち物で殺させようなんぞもう古いよ熊谷君さえ殺せば 春子夫人がうまうまと手に入ると思ったのだろう浅はかな男ださすが僕だって君がまことしやかに心配そうな顔で熊谷君を慰めているのには初めはちょっとだまされたよそれほどの知恵者の君も催眠術をかける植え込みの隅にあった足跡の型とその靴とを僕の助手が比較しておいたのを知るまいそれから 昼間の強盗説にはいっぱいかかったね。食堂の足跡と塀際のは仕事に来た植木屋のだよ下女の上婦さ下女と示し合わせてよく忍び込んでいたのを君には霊感はなかったのかさあこれだけ侮辱されて尺に触ればなぜ突きかかってこないか君は名誉のため僕は名誉のためだ それができなければさあこの敵瓶を嗅いでみろ僕がしておいた風楼が破れてるぞかげないだろう卑怯なやつめ知覚のない婦人に毒薬を投入させやがったろうなんという基地だコカインを注入すれば熊谷君は何一つ反責を残さず死んでいったろうがまだこの男は社会にいりようだ さあ熊谷君の寛大な慈悲の前に許しを請うてから自首したまえ熊谷は祝然として春日を制した待ってくれたまえ君が憤慨する心は僕にとってよく分かっている実に嬉しいだが僕はこの男も憎めないその罪が恐ろしければ恐ろしいだけ妻木君の心根がかわいそうだ さあ、懺悔したまつきくん。春日君万事僕に一任してくれたまえ春子が乳母に対する法恩の道だねえ許してやってくれたまえ明日続きのお父さんを呼んですべてのお指図を願おうよ春日は石のごとく黙し椿は崩れるように熊谷の足元にひれ伏した。 寝室の方からはかすかに拒否の声が漏れる。